モイナク市の入り口にある看板モイナクは、ウズベキスタンの西部にある自治共和国カラカルパクスタン共和国の北部にある都市。人口は1989年ソ連国勢調査では12,195人だった。2009年の推計では17,619人ともされるが、人口は激減しているとの報告もある。アラル海の漁業を中心とした都市であったが、 1980年代以降のアラル海の急速な縮小で海岸線が8 0トル以上先に遠ざかり産業は衰退している。モイナクは20世紀半ばまではアラル海南橋の半島上の繁華な漁港であり、ウズベキスタン唯一の港湾都市でもあった。ソビエト連邦時代の1963年に市に昇格している。 当時の主な雇用主は、魚の缶詰を製造するコンビナート及び漁船の船団であった。しかし乱獲やアムダリア川上流の綿花地帯からの化学物質の流入で漁業資源は下り坂になり、綿花栽培によるアムダリア川及びシルダリア川の流入量の減少で、アラル海が干上がると漁業及び還元産業は劇的に衰退した。現在は、 多数の漁船が放置され口ており、海底だった場所から複数の嵐による健康被害も起こっている。ありがとうございます。